はい、どうも皆さんこんにちは。今回はアベンジャーズエンドゲームでのタイムトラベルについて見ていきたいと思います。エンドゲームの DVD やブルーレイがもう発売されて、すでに見返したよという人もいるかもしれませんが、もう一度おさらいをしておくと、インフィニティウォーでのサノスの指パッチンをなかったことにするために、アベンジャーズのメンバーたちは過去に行って6つのインフィニティストーンを集めてナノガントレットを作るという計画になりました。2014年の時代にはローディとネビラの2人がモラグに行って、そこでパワーストーンを手に入れました。もともとこの時に2人が行かなければスターロードがパワーストーンを手にしていました。2014年の世界にももちろんネビラはいて、その時はまだサノスと一緒にいて敵の状態でした。2023年の未来から来たネビラはその後捕らえられてしまい、代わりに2014年の敵のネビラが未来に戻ってきてしまいました。そしてその2014年の敵のネビラは量子トンネルを使って2014年のサノスと軍隊を連れてきました。そして最後サノスはアベンジャーズとの戦いに敗れて灰となって消えていきました。つまりこの時サノスが元々いた世界の2014年はサノスとその軍隊ごとすっぽりと消えてしまい、2014年の世界はこれまでとは少し違う別世界になってしまったはずです。その2014年でサノスがいなくなってしまった世界というのは、これまでの世界と似ているとは思いますが、最終的にその世界ではアベンジャーズとサノスが戦うことがなくなるため、インフィニティウォーであったりエンドゲームもそもそも起こらない可能性があります。2012年のニューヨークの戦いの時はまだサノスはその世界にはいるので、これまで通り地球にチタウリを送ってくると思いますが、その後の2014年にサノスはその世界から消えるので、そこからこれまでの話とは少しずれてくると思います。例えば2015年にはアベンジャーズエイジオブルトロンでアベンジャーズはウルトロンと戦いました。このウルトロンの戦いはサノスとは直接的な関わりはないので影響はされないはずです。その後の2016年のキャプテンアメリカシビルウォーも、これもサノスとは特に関係ないので、サノスが消えた世界でもキャプテンとアイアンマンは対立すると思います。シビルウォーでバラバラになったメンバーとトニーとスティーブはインフィニティウォーとエンドゲームを経て再び集まっていますが、サノスがいなくなってしまった世界ではインフィニティウォーとエンドゲーム自体が起きない可能性もあるので、シビルウォー以降アベンジャーズのメンバーたちは分断されたままかもしれません。その後2017年のソー・ラグナロクは、これは映画の最後でサノスの船と出会って終わりますが、物語の全体としてはサノスとは特に関係がないので、サノスがいなくなってしまった世界でもヘラが登場して最後アスガルドが消える運命だと思います。その後ソーとロキとハルクやアスガルドの人たちは船に乗って宇宙へ逃げますが、その世界ではもうサノスはいないので、もちろんソーの船を襲ってくることもなくて、その後無事地球に着くはずです。サノスがいなくなった世界ではそれだけではなくて、ガーディアンズのメンバーにも影響が出てきます。まず2014年の時点でウォーマシンがスターロードを殴り倒してスペースストーンを持ち去っていったので、スターロードはそもそもパワーストーンを手に入れることができないかもしれませんが、ローディに殴られた後気絶して寝ていたので、その間にスティーブが再びモラグにパワーストーンを戻しに来たとすれば、スターロードはこれまでの世界同様にパワーストーンを手に入れることができます。しかし2014年の時点でもパワーストーンを狙っている人はたくさんいるようだったので、例えばスターロード以外ですとコラスが手に入れているかもしれません。また2014年の時点で消えたのはサノスと軍隊だけではなくてガモーラもいました。ガモーラがその世界からいなくなってしまったということは、スターロードが惑星ザンダーにいた時にガモーラと出会って戦うこともないということです。その後捕まったガーディアンズのメンバーたちはキルンという刑務所に入れられましたが、ここには当然ガモーラは登場しません。その世界ではガモーラがいなくなってしまったため、他のガーディアンズのメンバーが集まったとしてもメンバー同士がうまくいかずに、そもそもガーディアンズのチームとして成り立っていない可能性もあります。つまりこのサノスがいなくなってしまった世界では、最終的に地球のアベンジャーズはシビルウォー以降は決別したまんまで、サノス以外の何か大きな敵が来ない限りは再び集まることもないと思います。そしてエンドゲームに登場したキャプテン・マーベルに関しても、インフィニティ・ウォーとエンドゲームがそもそも発生しなければ助けなども必要ありませんし、アベンジャーズと出会うこともなくなります。アベンジャーズは2014年以外にも他の時代にタイムスリップしていますが、
それに関しての出来事というのは、最終的にスティーブが全てのインフィニティストーンを戻したので、おそらくこれまで通りの世界になっていると思いますが、サノスに関しては2014年の世界から完全にいなくなってしまったので、その時点でいくらインフィニティストーンを戻しても、別世界が生まれてしまっているのではないかと思います。皆さんはこの2014年の時点でサノスが消えてしまった世界についてはどう思いますか？ぜひ下のコメント欄に残していてください。チャンネル登録もお願いします。では最後までご視聴いただきありがとうございました。さよなら。